今回の裏技はメガ CD の最高傑作と言われた名作 RPG のリメイク作品ルナ2エターナルブルーです。とりあえず本編をクリアします。スタッフロールが終わった後にこのようなメッセージが出るので、はいと返事します。ゲームを再スタートさせるとメニューにスペシャルという項目が追加されます。このモードは本編の後日談でルーシアを追って青き星を目指すという展開です。どちらのディスクでもプレイ可能となっています。スペシャルモードで機械山のニャルを訪ねるとアルテナの剣という最強の武器がもらえます。女神の紋章も一緒に装備するとより強力です。白竜の洞窟では白というモンスターに混じってたまに白というのが出現します。首周りの色が一匹だけ違いますが、それがチロです。このチロを倒すと 33,333 という破格の経験値が獲得できるのですが、1ターンで逃げてしまう上に耐久力が高いのでなかなか倒せません。チロの紋章を2つつけたレミーナのグランドウェポン等でヒーローの攻撃力を上げ、ヒーローの飛翔天武山で倒すのが定番の方法です。ちなみにチロが出現するかどうかはランダムで決まるので、同じモンスター集団でもセーブとロードを繰り返せばチロが出現したりしなかったりします。ご覧のように3万を超える経験値がゲットできました。ダンジョンなどで戦いたくないモンスターに追われてしまった場合、戦闘を回避する方法があります。すかさずシステムメニューを開き、ゲームをセーブしてそのデータをリロードします。するとこのようにモンスターの位置が初期位置に戻るため戦闘が回避できるというわけです。このゲームは紋章の組み合わせで様々な効果を得ることができるのですが、一部武器と紋章で隠し効果を発揮する組み合わせがあります。例えばご覧のようにヌスットの杖と女神の紋章を組み合わせるとヌスットの杖を使って盗める確率がアップします。特殊な組み合わせはご覧の3通りとなっています。このゲームのムービーは基本的にはスキップできませんが、ご覧のコマンドを入れることでスキップすることができます。クソ長いオープニングも一瞬で終わります。リメイク版ルナの楽しみといえばブロマイド集めです。ブロマイドに関しては
別の動画でまとめてあるので、そちらをご覧ください。概要欄に URL を貼っておきます。